私の伏兵たち、今がその時です。分子殿は誠に我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をします。私は三五宮ここみ帝皇軍。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば渡墨島は現在私が管理してい、実はすでに北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞きしています。この後何かお勘でしたら三五宮へ行ってみてはどうでしょう。幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、メガリレーは廃止されておらず、天領三五宮へ行き、今後の対策。僕も渡墨島には詳しいんだ。五郎、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力はもとより幕府軍より弱いもの。私この後もまだあなたには残ってもらう必要があります。幕府軍を見張り、負傷人員の治療をして。任せてくれ。私はもう一つ用事が残っています。先に三五宮へ戻らなくては。準備が。これまでの貢献、稲妻の。